L 読者の皆さん、はじめまして、NCT の翔太郎です。SM ルーキーズの翔平です。今回は、知らない一面を知ることができるかもしれない、ケミゲームをしたいと思います。はい。ルールは簡単。2択から答えを選ぶだけ。簡単ですね。簡単ですね。はい。では、早速、レッツスタート。スタート。3曲さえ。でもそれこそ、NCT メンバーで、大食いメンバーが、ジョンウ君と、ヘチャン君。それこそ僕、ジョン君が一緒に撮影の時とかに、ケータリングで三ギョプサルが結構出ることがあるんですけど、いつもすごい、わーって山盛りに持って食べてるんですよ。ですごい痩せてるのに、すごい結構食べるんだなっていう印象があります。なるほど。あと、それこそヘチャン君は、僕がデビューして間もない時に、美味しいお店屋さんに連れてってもらうことがあって、なんかすごい食べるのが好きっていうのを僕も知ってるので、やっぱグルメ聞くってなったら、ヘチャン。なるほど。ヘチャン君に聞いたらいいと思います。はい。せーの。うどん。ラーメン。迷いました。ラーメンですかね。ラーメンですか。うどんちょっと行きかけたんですけど、ラーメン。おー、うどんも好きなんですけど、はい、ラーメンかな。常にラーメンはちょっと頭のどっかにある気がします。ラーメン。でもすごいラーメン、僕も食べてるイメージあるかもしれない。そう、インスタントとかも食べるけど、はい、やっぱり、ラーメン、日本のね。ちなみに、豚骨とか醤油とかいろいろあるじゃないですか、はい、何ラーメンが一番好きですか？やっぱり博多豚骨でしょう。豚骨ラーメン。豚骨ラーメンが好きですかね。わー、ぜひ僕も本場の博多ラーメン食べてみたいです。うどんね。僕はうどん。やっぱ腹持ちいいですし、すごい好きです。うどん、せーの、踊る。踊りますか？踊りますね。歌いながら踊る。あ、なるほど、ね。だけど、でも、僕結構踊るに徹してたかもしれない。友達に歌わせて、はい、自分は踊りに徹すると。そう。もうさすが。結構、いつもカラオケ行ったら。そう、友達からしたらすごいいいですけどね。翔太郎が踊ってくれるなら。いつも踊ってましたね。翔太郎はじゃあちなみに。お箱。お箱？うん。メイクアウィッシュです。おはこもメイクアウィッシュにしちゃう。違うか。でも僕もそれこそ、尾崎豊さんの I love you とかすごい好きで、カラオケ行ったら歌いますね。10個。真ん中。誰かが誰か。真ん中。でも僕も真ん中ですよ、正直。これ真ん中かな？皆さん。どうなんだ？僕ちょっと決めれないかも、これは。ほんとその日によってすごい変わります、これは。そう、僕もそうですね。うん。時と場合によって。そう。ほんと、お店入って、もうパッてその、来るじゃないですか、フィーリングが。したらもうすぐ買います、それは。おー。迷いなく。でも、ちょっと、なんかこう、惜しいな、みたいな感じの時は、ちょっと熟考して、から決めるかな。なるほど。普通そうなのかなって思って。そうじゃない。わかんないけど。でもそれこそ僕も熟考か即決かすごい迷ったんですけど、時と場合によってですね。で、あと僕が結構、店員さんとか、あと一緒にショッピング行く友達の言葉に弱いんですよ。なるほど。だから、接客に弱い。なんか、これどうしよう、買おうかなって迷ってるやつを、友達とか店員さんが、疲れたら、お似合いですよって言ったら、もう、買いますってなるタイプなんですよ。店員さんはぜひ、翔太郎君は、見つけ次第、こう、ちょっとつついてもらって。はい。ちょっと、やめてよ。やめてくださいよ。そうですね。いや、すごい、でも NCT 先輩方、皆さん、すごいおしゃれだと思うんですけど、そうですね。でもそれこそ翔太郎もすごい、そのファッション関連もすごいこう、なんか、なんて言うんだろうな。
詳しいですし、翔太郎さんのその個性がすごいその服にその、はい、服を見てわかるというか、本当ですか、うん、翔太郎って言ったらみたいな、そういうファッションをそのしてる感じなんですよ、僕からしたら。ありがとうございます、嬉しいです、うん、僕もファッション、そうですね、好きなので、うん、え、今日持ってきたの公開ありますか。あ、でもなんか今日本当たまたまいつも普段使うものを持ってきてて、うん、これだてメガネ、サングラス、なんかこんな感じで。ああ、なるほどね。あともうちょっとあるんですけど、いつもサングラスが似合いますね、このジェントルモンスターのサングラス、うん、ここに2個入ってるっていう。はいはい。おお、なるほどね。最近のね。つけます。おお。つけます。2人でつける。いいかも。なんかいつも、なんだろう、目元すごい寂しいとき、いつもこうやってサングラスつけて、じゃあ、せーので、一緒に。せーの、せ。どうですか？今回ちょっとあの服もちょっとこうね、そうですね、見た感じでなんかこうスパイ兄弟みたいなこう感じが、あ、でもやっぱりサングラスのイメージもちょっと翔太郎さんはちょっとあるんじゃないかな。あ、本当ですか。インスタ、その SNS とかでもはいはい、すごいありますもんね。嬉しい、うん。そうですね、あのなんかなんだろう、なんか本当に何でもない T シャツ1枚とかでも、うん、こうやってサングラスつけるだけでなんかポイントになるし、ポイントになるんですよ、うん、だから僕すごいサングラスとこれ持ち歩いてますね。はい、なるほど、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、あとこれも TMI、 はい、TMI これもなんすか、これ普段持ち歩いてるコグマさつまいも、これ知らないですか。わかんないです。これ韓国のとあるカフェに置いてあるさつまいもなんですけど、さつまいもですね。これ人気すぎて本当に買えないんですよ。ほう。で、僕一昨日たまたまこのカフェに行った時に2個だけ買えて、うんうんうん、本当に在庫がないぐらい人気商品で、これぜひ韓国に来たら行ってみてください。あのどこにでもどこにでもあるあのカフェなので、ぜひ皆さん行ってみて探してみてください。はい。これをこちらおすすめと。おすすめです、うん。そうですね。はい。今回このインタビュー通して、うん、僕結構知ってると思ったんですけど、はい、こう新たに知らなかった一面、翔平くんの一面を知ることができてすごく楽しかったです。うん、そうですね。僕もこうやって翔太郎さんとそのお仕事で一緒になるとすごいなんかこう新鮮な感じ。だったと思います、はい、そして NCT 日テレ Hulu プロジェクト第2弾 Welcome to NCT Universe ご覧いただけましたでしょうか。僕たち SM ルーキーズのメンバーが NCT 翔太郎さんや孫ちゃんさんにガイドしてもらっていろんなことを知っていく番組です。ここで僕たちももっと仲を深めてファンの皆さんに NCT の新たな一面をお見せできたらいいなと思います。ぜひご覧ください。それではNCT 翔太郎と翔平でした。またねー。